さん、今レーザー撃っちゃってもいいんだよ、タムリン星さん。ねえ、あの目の前にいるからね、魔王様ね。ホスローがやばいな。ハスラーもやばい。ああ、使うか、回復。みんな魔王狙いだ。雑魚を倒さないで、雑魚。雑魚強えな。全体回復は巫女の刀というアイテムしかないですね。非売品、イカ役。何今の。一気に HP なくなったんだけど、うわーきついな。なんか今一瞬で HP なくなったよ。これはきついな。やり直しのある可能性があるな。っていうか S 強えな。やっ倒した。は？は？ちょっとダメージおかしいんだけど、何200投食らってるよ。200投食らったよ今。これ勝てんの？連発してくれることを祈るゲームだったけど、魔王の攻撃力高すぎる。あ、撃った、やった。なんかもうタムリンレーザーを祈るゲームですね。タムリンレーザーが来るのを祈るゲームですね。シュアンと起きた方が楽かもですね。いや、クリ強い強い。あの攻撃のあれがなくなっちゃうからね。またタムリン先生、タムリン先生ありがとう。ありがとうタムリン先生。もう赤くなったよ HP。 ガルシア1万9000だそうです。ヒットポイント、多すぎね。1万9000って。でも赤くなったよ HP が。あと一息、あと一息だ。あ、倒した。はい、すごい経験値2万6000だって。すげえ、経験値2万6000もらえたぜ。やったぜ、やったぜ。いや、タムリンレーザー様様でしたね。やったぜ、やったぜ。おいおい、男二人が転がってんだけど。パチパチパチ、ね、タムリン先生のもう足を舐めるしかないね。パチパチパチ、やったぜ。信じられぬ、このわしが人間などに打ち滅ぼされるのか。まあ、それはタムリンレーザーだからね。お前は人間では。タムリン先生は人間じゃないね。レーザー撃ってるからね。あ、これあれかな、エメラドラゴンかな。あ、耳の封印が解けました、ね、まさか人間からレーザーが出るとは思わないでしょうね。わら、
当だよ、レーザー出てないからね、人間じゃねえよ確かに。NKT ですね。ダメだ、白崩れダメだ、脱出してないじゃん、 NKT ならダメだよ。どこにも逃げ場がねえ。気をつけろ、天井が崩れるぞ。ダメージと周りの HP 比べるとね。これ以降テレポスタが使用可能になります。なるほど。タムリン、タムリンレーザーで城が崩壊したのかな。 どうしたない、どこか痛むの。アトルシャ、私は魔軍が許せなかった。戦乱に苦しめられる人々を何とかして救ってあげたいと思った。でもそれだけが旅に出た理由じゃない。イシュバーンに帰ってきた時から知りたいと思っていたことがあったの。私は何者なのか、どこでどういうふうにして生まれたのか。そんなこと今さら言われなくたって、だって当然のことじゃないか。こんなことなら知らなければよかった。こんなに苦しむことになるなら。タムリン、あの時海の巫女が教えてくれたの。テレポスタがポルスにしか使えないことを、そして私にそれが使えるであろうこと、もう分かったでしょ。私はホルスなのよ。ホルスの血を引く彼女には私が何者なのか分かっていたのよ。魔王は打ち果たした。しかしそれは新たな敵ホルスとの戦いの始まりに過ぎなかった。ホルスたちが何を企むのか、アベスタの秘められし力とは。最終決戦の時が刻々と近づこうとしていた。元気出して、タムリン。君が何者であろうと、そんなことは関係ない。僕にとって、タムリンはタムリンでしかないんだよ。世界中が敵になったとしても、君を守り抜いてみせる。死ぬ前に一言は言ってみたいセリフですね。ね、死ぬ前に一言は言ってみたい、言ってみたいセリフだけど、多分絶対日常で言うことは 100% ありえませんね。それが人間や竜族と戦うことだとしても。アトルシャ、イケメンかつ戦士にしか許されないセリフ。アトルシャータムリーいやずいぶん探したぜ。あのレーザーを受ければ大体大丈夫のような気がしますね。レーザーゲームじゃないか。シューティングゲームじゃねえんだからさ。ね、シューティングはレーザーを取ってさ、あの敵の殲滅速度を上げるっていう話になっちゃうから。ん？どうしたんだ？泣いてたのか、タムリン。
オスロは？ああ、あれはもうダメだな。そう、元気な死体だったね。自分でワラムルのところへ歩いて行ったからな。なるほど。もちろん、あれほどの傷だ。途中で本当の死体になっているやもしれないが。まあ、さっき死んだからね。HP1 だかったから。さて、どうしようか。めんどくせえけど、エルバードに戻ろうか。それだったら私が。このテレポスターを使えば、どこへでも移動できますから。なるほど。魔王殿から脱出できたのは、タムリンの力だったのか。ええ。タムリンってすごいとは思ってたけど、本当に魔法の天才なんだな。さあ、行こう。エルバードーも魔王討伐の知らせを心待ちにされているでしょう。本作のラスボスのヒットポイントは6万、取り巻きは250、以下略。とんでもない話だ。はい、ということでこんな感じでした。面白かったかね。あとね、サブシナリオ2つやって終わりです。なんだっけ、簡単に言うとサブシナリオ2つやって、ホルス関係をちょっとやってホルスのとこに行って終わり。だから多分あと多分結構すぐ終わるんじゃない。もうほとんどもうは90%ぐらい終わってるんで、という話です。いやさっきのダンジョンが2回最終回ですね。いやついにエメラドラゴンもね、取り巻きはタムリンレーザーで覚醒で落ちるのか。ついにエメドラも終わりが近づいてきたね。あ、それであれか、ちょっとアイテムの売買とかしますか。ちょっとあれさ、テレポスター使ってから使って。あ、じゃあその前にあるか、ちょっとあれ、いろいろまだテレポスター使ってあるか。ああ、違う、ここじゃない。パージュルだった。あの、先生がいるとこね。あ、いた。あれ、いない。あれ、先生がいない。あれ先生、まさか骨に。あれ先生、いないんだけど。なんということだ。じゃあとりあえずあれがアイテム売っちゃうか。先生がまさか骨に、いやそんなどっか行っちゃったでしょ。あ、売っちゃいましょうか。これは交換できるわけだね。禁断も交換できる。あ、あとあれか、預かり状か。もうこれ戻ってきたってことは、もうあれだね、仲間に入んないってことだ。次のサブシナリオは、消火祭か。多分やってる時間がないね。
ちなみに本当にあれですね、もう終盤の終盤です。かなりあれだね、流れ的に言うとエルバードに行って、仲間が最後の仲間が入って、ホルスの洞窟行って、ホルスの王宮行って終わりです。改めて商店の方にもすごい力入れてますね。本当はね、だからもうそうだね、いやー、いよいよラストが見えてきましたね。じゃああれかな、もう一枠やる。もう一枠をやって、ホルス編は短いんですね。そう、じゃあもう一枠やってもうクリアしちゃいますか。もうクリアしちゃいますか、せっかく枠も残り10分と少しですね。いや、もう一回枠取ってもクリアしちゃいますか。いや、もう実はね、ほんと短いんだよ。やった。短いの、多分ね、さっきの最終ダンジョンに行く入ってるぐらいで終わっちゃうの、多分そのぐらい短いんだ、残りの。だからやっちゃいましょう、せっかくだからね。寝る時間大丈夫ですか？ん？どうせ寝ないよ。新幹線で寝るから大丈夫だよ。大阪まで行ってる、あの寝てるからいい、新幹線で。いつも通りで。移動中に寝るってやつですね。はい、じゃあ、あれだね。じゃああれか、サブクエ行きますか？まだ、時間的にちょっとあるんで、サブクエ受けに行きますか？じゃあ、とりあえず宿屋泊まろうか。俺、エメドラクリアしてね、エメドラクリアして、故郷の幼馴染に告白するんだっていう状況ですか。攻撃回数ブルシャンタムに、違う、この前か。あ、ここじゃない、ここじゃない。パージル行って船乗ればいいのか。で、ここの南端の、に行けばサブクエストが始まるそうです。南端、うわー、結構遠いな。この辺のどっかにいる。自分はそろそろ失礼します。頑張ってください。お疲れ様です。この辺にいるのかな。あ、いた。お、可愛い女の子がいるじゃん。ここは俺に任せろ。彼女。おい、どんだけ軽い男なんだよ。
テレポできんじゃん。サブクエスト始まったから多分テレポできなかった。タムリンの前でこれをやってるのかと思うとくさ。本当だよ、本当だよ、ね、タムリンが空気になってる。さっきのあのね、あの涙のシーンを返す話で。南の森に、あ、妖魔なんだ。アルテミスフローラ、アルテミスですね。あー、魔女か。あ、魔女なヴィーナスフローラ。王の側近の妬みを買い、火あぶり。すげえな。あ、娘なんだね、アルテミスは。あーで妖魔になっちゃった。そこがあれかな、サブシナリオの舞台かな。ん、あ、さらに娘なんだ。アルテミスの娘の、さらに。このサブシーンはなんかひどい話になってる。わらわら。急に中学生みたいな。本当だよ、急になんか中学生みたいな内容になってる。はい、じゃあ一旦これで、終了します。で、すぐに再開しますんで、よかったら、ご来場ください。柱も信用なさすぎ。動画的にはね、次のパートになると思いますんで、よかったら、また見に来てください。よろしくお願いいたします。一旦終了いたします。お疲れさん。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。